まあ、ということでね、まあ、マック行くだけなんですけど、みんながやっぱなんかマック行ってほしいとかいうコメントも多かったんで行こうと思います。はい。まあ、正直家で喋ってるよりかはね、マック行った方がまだ絵が動くんで、多分そういう意味でだと思うんですけど、マック行ってほしいっていう声が結構多かったんで行こうと思います。でもちょっと今パン食べちゃったんで、そんなに大した量は食べれないんですけど、あ、こうやって大将どうも。ハッタリくんさん、ジョイサー出ます。ジョイサー発信、一大拓大三勝地戦う者たちさん来ました。寒いですけど、T さん、ヤッキー食べてで200円で美味しいから。マサさん、よく食うねー。 T のりさん、しっちゃんまた来たよ。おりゅうぎおりゅうぎさん、ジョイサー www 一大拓大三サイクで、ももこさん、関さんの食べてる姿大好き。マサさん、家に車突っ込んでみて。ネクストタップさん、ピロピロ笛禁止、わら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 。ぬくみずさん、給油口壊れてないの？ガソリン漏れてないか？最悪爆発するよ。T さん、ヤッキー食べてね。タンくんさん、部門。匿名イベント盛り上げ、タイさん、ふわっち大賞2020ネクスト配信時間大賞、朝、グランプリ中島さんのアイテムをプレゼントしました。あざす、長いな、これ読み上げ。戦う者たちさん、ドリフトかましましよう。ゲロまずイオちゃん、変態さん、何食べる？トマクさん、関さん、何かありました？まずい字の目してますよ。高坂島のさん、チキン竜田梅エゾ。おばあちゃんさん、苦しんで吐いている顔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 。コーンティー 4X さん、マックでお金払って商品もらう前に発車してみようぜ。ネクストタップさん、ガソリンミツルタン入れに行こうぜ。星ノーコン星さん、ブルブルするわ。はやて塾長さん、ガラケーなのでナイスできません。ネオジオさん、チーズバーガーのチーズ抜き頼んで。日大拓大サンバラ。ハゲ猫さん、ハゲは太りたいの？タンくんさん、わら。 T さん、紙吹雪の中でパーティーハットをこうむり、ピロピロ笛を加えたパーティー信号。ゆうゆうゆうさん、くさい。 T のりさん、マックは高坂島のさん、寒いの？寒いよ。一大拓大さん、ガーバ席ガーバ席ガーバ席。姫アットニーヤシさん、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。シナモンさん、ビーバーマック。戦う者たちさん、ハンバーガーの7さんは、シンゴはシンゴ。 FBS さん、紙吹雪の中でパーティーハットをこうむり、ピロピロ笛を加えたパーティーシンゴ。マサさん、ヨシエを100個プレゼントしました。タンくんさん、ピロピロ。FPS さん、紙吹雪の中でパーティーハットをこうむり、ピロピロ笛を加えたパーティーシンゴ。一大拓大さん、わら。てんてんそうさん、マクドナルドスキアのおお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 おゆうゆうゆうさん、紙吹雪の中でシンゴがピロピロ笛を吹いているパーティーフェイス。忍者さん、シンゴがブクブク太る未来しか見えない。フグちゃん、フグ二級作業会、フグ三番、この前ね、体重計乗ったんすよ、俺。ヤンさん、紙吹雪の中でシンゴがピロピロ笛を吹いているパーティーフェイス。でもね、マサさん、シンゴ今増量中。テディベア、リボン、その状態で測ったんで、でんぐり返って、バイバイバイ。前測ってた時、夏場で、ボンタンさん、マックは髪の長を行ったの。下は長ズボンだったんですけど、その状態で測ってるから、服の重さ考えたら多分、わらわらわら。ノーダウトさん、ホモーダホモーさん、こんばんは。戦う者たちさん、マック食べてからの筋トレ。ゼロ丸さん、マック買った。ネクストタップさん、ふわっちから YouTube に行った女子高生1時間で6万7000円もスーパーチャット投げられてたよ。やっぱ JK はすごいな。キツネ4号おつし Z3 ふは近い希望の星信号。
だってムボーイさんこの時間にマックまで食べるのは止めるべきです。投げる人いるかいないかっていうところだから。ヤンさん紙吹雪の中でパーティーハットをコウムリピロピロ笛を加えたパーティーシンゴ。高坂島の三善逸はいいが可愛い娘とイチャイチャできて。今朝は東さん太るのが趣味なのかよ。広告収入で6万いくらとかすごいと思うけど。ルーナさん夜マック魅力。投げ銭に関しては正直投げる人いるかいないから。桃子さん痩せてる男よりいいよ。天天草さんお前が給油機破壊用お前が給油機破壊用お前が給油機破壊用高坂島の3ミートテック星濃紺星さん今日アンチ少ないねトマクさんちょっとだけ大事故起こしたスタンド行きましょうよポンタンさんミナノは人がいないねネオジオさん61なら全然大丈夫じゃんゆうゆうゆうさん紙吹雪の中で秘密のバースデープランナーさんクラッカーをプレゼントしませんでした。今朝は東さん153センチなのに60キロとかやばくね。ユーポンさんナイスをしました。Tのりさんしんちゃんの車のガソリンの蓋のところ簡単に開くかなガッテムボーイさんリマスよ。エルオさんガソリンスタンドのホース直してよ。ガッテムボーイさん太りますよ。マサさん昔はイケメンだったのにのあ、うん、の7さん5センチの赤信号ひつもこさん本当に153センチなのおばあちゃんさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス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 戦う者たちさん結婚願望ありますか日々成長 S さん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイスマサさん身長148だって高坂島の3イベントやらないのエルオさん営業損失の分払ってよねあと資産パンパンパンダの顔パンパンパンダの顔パン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 ダの顔パンパンパンダの顔てんてんそうさんドムドムバーガー行けよケロまずイヨちゃんさんしんごかわいいよ星のうこん星さんしんちゃん手足短くてかわいいジータンさんまた運転してるのトマクさん税金きついなら協定しかありませんね。キミリンさんナイス押しに来ました。あ、ナイスどうも。ユーユーユーさんパーティーフェイスのハゲすんご。ダイヤさんヨシエさんにポテト買おうよ。テンテンソーさんモスバーガー行けよ。カメキチさんヨシエ。マサシさんヨシエにポテト買ってあげよう。クーさんまた。フーナさんヨシエさんにオリジナルバーガーを食わせよう。テディベア、リボン、サンクラッカーをプレゼントしました。ありがとうございます。テンテンソーさんフレッシュネスバーガー行けよ。一台、拓大、サンナーバセフェイスの赤心。あんこもちさんおばあちゃんはアンチなの？ランマラルさんハンバーガー100個食おう。テンテンソーさんバーガーキング行けよ。テディベア、リボン、サン客アンチ。Tのりさんしんちゃんの車のガソリンの蓋はどんな構造になってるの？T さんターマターマキインキインターマキインキインあ、よいしょ、あっそーれターマターマキインキインターマキインキインそーれ、皆様ご一緒にターマターマキインキインターマキインキイン高坂島の3今日はおとなしいね揚げ豆腐さんこんばんはまさしさんゴミジェイさん発信すずさん安全運転でねくまさんパンダの顔ヤンさんターマターマキインキインターマキインキインあ、よいしょ、あっそーれターマターマキインキインターマキインキインそーれ、皆様ご一緒にターマターマキインキインターマキインキインまさしさんヨシエにビッグマックガッテムボーイさん手足短くて可愛いは本当に可愛いのかボリューキ、ボルキさんご飯マック食べたい戦う者たちさん車の税金いくらですかおばあちゃんさん花火をプレゼントしました。テディベア、リボン、さんやっと言ってくれた。シモヤンさんバーガーをプレゼントしました。
星のおこん星さんが花火をプレゼントするわけねえだろ、バーカ。高坂棟のサンマックのクリームパイクソ馬だよ。ゲロまずイオちゃんサンマック遠い。のナナさんがソスタ謝罪行け、うん。シナモンさん東松山ピオニにはあるよ。一大、拓大、三わらわらわら。二バスさんこのハゲ。高坂棟のサンフレッシュネスいいよねえ、うん。シナモンさんこは。プチさんオーケー。ゆうややまとさんなんでわからんのやわら。おじさんで R さん R です。久しぶり、シンゴさん。エルオさん営業損失って結構取られるからやばいよな。日々成長 S さんパン、パン、パンダの顔。戦う者たちさん危ない規制の仕方。一代、拓大、三早稲田王の赤心。ゆ、ゆ、ゆ、三風船をプレゼントしました。T のりさんハゲフェ。てんてんそうさん近所のフレッシュネスバーガー最近潰れた。おばあちゃんさん私が囲いに見えるのか、うん、ふーなさんまたタツタ食べる、やんさん花火をたくさんプレゼントしました。まあでもパン食ったからそんな食えないんだけどね。いいサンターまたマキーンキーンターマキーンキーン、あ、まあ、よいしょ、あっそうれターまたマキーンキーンターマキーンキーン、そうれ皆様ご一緒にターまたマキーンキーンターマキーンキーン。磯部やんさん相変わらず画質踏んだなわら。の739分プレゼントしました。ガッテムボーイさんアンチを全部ブロックしたのですか。亀吉さんキットカットのマックフルーリー食ってみたい。見てる側がその画質悪くしてるんだね。テンテンソーさんタマホームは金玉の家じゃない。まあスマホ配信だからそこまで綺麗にはできないんだけど。タツタのタルタルレモンが売り切れなんたが。専業テレワークさん花火をプレゼントしました。あ、どうも。T のりさん差し押さえをプレゼントします。本当に花火来たか。つぼこさんこんな時間にマックは太るね。本当に来たか来てないか。馬房さんガール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 。稲子う最高、サンスーパークレイジーくんが当選したらしいな。ゴーゴーシンゴさんナイスをたくさん差し押さえしました。にバスさん額に手を当てる女性、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 
額に手を当てる女性、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 額に手を当てる女性。エルオさん、営業損失ってホース破損してなかったら倍上げられたであろう金額来るかもね。リーオさん、うざ。高坂棟の3スーパークレイジーマジ。トマクさん、ひどい生え際は禁止。鈴さん、しつこいコメント。高坂棟の3うせえは、日々成長 S さん、花火をプレゼントできませんでした。磯部ヤンさん、2バスって、タクティクスオルガの裏ボスかよ。稲子う最高。3金髪に、特幸福、スーパークレイジーくん、異色の市議誕生埼玉とだ。はったりくんさん、アンチも、手を変え品を変え頑張っているな。マサさん、うるせえ。リーオさん、うるさい。銀さん、アンチやめろ、面白くない。ひつもこさん、ブロックしてないの？ピーさん、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン、あ、よいしょ、あっそーれ、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン、そーれ、みなさまご一緒に、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン、キノコさん、なーにこれ、うるさいですね。マサさん、ブロックしろよ。高坂棟の3うせえうせえうせえは、銀さん面白くないですよ。ヤンさん、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン、あ、よいしょ、あっそーれ、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン、そーれ、みなさまご一緒に、ターマターマキーンキーンターマキーンキーン。リーオさん、ブロックしなよ。ザ・ジャパニーズ・ガボンムさん、大臣みたいに高級料亭懐石料理フルコース焼肉定食フルコースを公費で注文してルーバすりゃ良いのに。磯部ヤンさん、スーパークレイジーって鳥肌身みたいなやつか。誰だよそれ。ランマラルさん、マックまだかよ。その人がどうしたんねん。オルキさん、にバスうるさい。星ノーコン星さん、うるせえ、わらわらわら。てんてんそうさん、これはしつこいな。銀さん、しつこい。銀さん、やめろ。ゆうややまとさん、長いなわら、うん、高坂棟のさんわら、おばあちゃんさん多いわ、せいろまるさん、だいぶ棒読み遅れてるな。色即是空さん、今日はピロピロじゃないんだ、わらわらわら。銀さん、信号ブロックして。キノコさん、なんですか、額になんとかで、プチさん、長。鈴さん、大人のコメントとは思えないわ。金さん、アンチブロックして。野菜に強い弁護士さん、はやて塾長さん、月曜から夜ふかしでおなじみの斉藤明さんの配信と同時に見てるけど、斉藤さんの方が面白い。クエネさん、洗脳されてきたわ。磯部ヤンさん、なんかジェダイのアンチみたいなコメント嵐してる、ドキョルな。高坂棟の三角に、亀吉さん、暗黒映画の R グロすぎ。ハッタリくんさん、投げれば。セイロマルさん、アフオ。そう、チャソさん、暗黒映画に何や、アルファベットさんが出てるの、すんごくらいだよな、わらわら。ユーゴさん、こんばんは。そうなんだ。星濃紺、星さん、長い。野菜に強い、暗黒映画に、アルファベットさんが出てる。長いし、しらける。マジで。金さん、シンゴ、アイコさん、知ってる。おばあちゃんさん、やっと終わったわ。てんてんそうさん、股間に手を当てる女性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 。さききんさん、男性の妖精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 、しつこいな。男性の妖精、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 
男性の妖精、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 イナコウ最高、サンスーパークレイジー、君ドラマみたいな人生やな。の七三、頭上部がハゲてるスンゴに鳥の毛をプレゼントしました。高坂棟のサンスーパークレイジーくん知らないの？ B 社星さん、関ちゃんこんばんは。こんばんは。高坂棟のサン暗黒映画面白かったよ。 J さん、あまんこあまんこあまんこまんこまんこ。ピッコロさんさん、この配信はいつもこんな感じなの？ B 社星さん、わらわらわら。おばあちゃんさん、うぜえよ。ゆゆゆさん、女性の妖精、女性の妖精、女性の妖精、うん、積分五さん、男性の妖精。まさしさん、ふわっちなのに慎吾だけに小生のようなコメントだよな、わら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 。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 。3わらわらわら。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 。絵文字が長くなるじゃん。パーティーハットをかぶってピロピロ笛を。絵文字を読まない設定とかあればいいのに、ね。わら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 。雪道さん、インドネーションが変わるのが味悪なわら。タン君さん、絵文字を読まなければ結構大丈夫だからね。B 社星さん、リズミカル。村長さん、チンコついた妖精だね。日大、拓大、さんわらわら。ザジャパニーズガポンムさん、単勝の妖精じゃうんやぞ。しまるネタやめろ、焼き塩い。磯部ヤンさん、男性の妖精はユダだろ。雪道さん、棒読みは声が枯れないから最強やな。ゆうゆうゆうさん、ピロピロ笛をプレゼントしました。もちおさん、女性の妖精どこだよ。エルおさん、ハンバーガー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 。もちおさん、女性の妖精おってくさ。 B さん、てんてんそうさん、生ぬるいピクルス大よしみ。田中健さん、税金納めたの？スエリスさん、また変わら。横浜666さん、女性の妖精もあるのか。金さん、シンゴフワッチの愛子さん知ってる？ゼロワンとかとコラボしてる人。アイマスネさん、悪夢だ。今朝は東さん、毎日パーティーハット。
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。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 3わらわらわら。ザ・ジャパニーズがボンム3プリウスミサイルで総理官邸へ突撃。B 社星3例。天天総さんお前が給油機破壊用お前が給油機破壊用。紙吹雪さんこんばんは。ダダッコさん読み上げきれないのか。ハッタリくんさん絵文字全部 NG 登録すれば A J さんアナイスアナイスアナイスナイスナイスアナイスアナイスアナイスナイスナイス。横浜666さん緊急事態宣言1ヶ月延びたな。え、そうなの。高坂島の3路肩に寄せて。そうなんだ。雪道さんマックトークね。マジかよ。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。てかちょっと今気づいたんだけど、あれってことはマクドナルドやってない。すっかり忘れてたけど。っていうことはマクドナルドやってないって落ちないか。パーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。考えてみたらマクドナルドってやってんの今の時間。パーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。すっかり忘れてたんだが。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。3連投はしてないよ。高坂島の3元からおかしい。T のりさんみんな落ち着いて、ハゲビーム、あとし、さん聞いてたのかよ、WW わら。つぶさん花園到着、高坂島のさん元からおかしい自覚あるのね。みのちゃさんマックで何買うの。紙吹雪さんから買った顔、あったんべえから買った。でもあれでしょ、なんかべえから買った顔、あったん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 べえ。え、からかった、顔あったんべれ、からかった顔、あったんべれ、からかった、顔あったんべれ、からかった顔、あったんべれ、からかった顔、まあ、もうじゃあドライブスルーで買うわけなんですけど。え、からかった顔、あったんべれ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 、からかった顔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 あったんべれ。
からかった顔あっかべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかんべしつこいんだよお前顔あっかんべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかん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 べえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかん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 べえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかもべえからかった顔あっかんべえからかった顔あっかんべえ姫アットにイアンオシさんからかった顔あっかんべえじわるわらわら亀吉さん読み上げわろうた匿名イベント盛り上げ対3ふわっち大賞2020ネクスト配信時間大賞朝グランプリ中島さんのアイテムをプレゼントしました。 J さんラップみたいハッタリくんさん月の反対は無関心これは今夜ウサさんお月様綺麗だね新優月デラックス本物さんまた棒読み嵐かツエリスさん呼吸困難な読み上げユーゴさんこれも長いな今朝は東さん読み上げが断残雪道さんアレダンブレレって聞こえるわ横浜666さんから買った顔あっかんべえわらわらわら田田健さんあと4点で免停で間違いない魔法さんヨタクズ J さん読み上げさん苦しいなら読むのやめときなよ早手塾長さんまた玉丸温度キモンヌ一大拓大三福通へわらダダッコさんサウナかよわら天天草さんガラスきたねえよおしわ出せよ雪道さん棒読みの限界エルオさんマックやってないんじゃね銀さん早稲田大学政治経済学部卒業関慎吾さんダダッコさんモーデルマックやってない可能性あるんだと思ってハッタリ君さんあっかんもベレって引っかかっとるなどうしようやってなかったら関文吾さんアホみたい日大拓大さんわらわらくまみさん私も無理タン君さんマックが遠すぎるわら大地さん読み上げで盛り上がってるね姫アットにイアンオシさん調べたら新吾の目指してるマック空いてるよ空いてるマジで天天草さん苦しそうだな横浜666さん長すぎ新優月デラックス本物さんのが面白い J さんすんごさんは早稲田大学医学部でしょ新優月デラックス本物さん玉金のがいいフレイジさんそんなジャンクばっか食ってもっと顔が油キッシュ天天草さんこれはしつこいな雪道さんいつも行ってたとこいけなくなったんか新優月デラックス本物さん変なアクセント色即是空さんからかったわらクリタンさん早稲田大学医学部普通科村長さん上位は日大拓大さん早稲田王の関心宇佐さんしつこいのは苦行わら新優月デラックス本物さん10倍月家をプレゼントしました関文子さんからかったの73寸子卒論何書いたん怨念ちゃんさんさすがにうるせえフレイジさんジャンク食ってば七おじさんの顔がもっと油ぎっしゅ天天草さんジレープゆうゆうゆうさん紙吹雪を吸い込んでピロピロ笛を加えたハゲたパーティーフェイス雪道さん修行だ修行だ修行だおばあちゃんさん終わったか新優月デラックス本物さん卒論どころかレポートも書いたことないだろわら紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス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 紙吹雪
機の中でパーティーハットをかぶってビロビロ笛を加えたパーティーフェイス。三進語かわいい。フレイジさん医学部なら人間の骨の数なんてわかるよね。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってビロビロ笛を加えたパーティーフェイス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 。三進語イケメン。タン君さん近くにバックナイトかそう。怨念ちゃんさんドライブスルーなら。新優月デラックス、本物、サンタ、アガガガガ、またアガガガガ、マキユイン、キユイン、ターマキリン、キーン。タヌキ3号さん、埼玉って、どいなかなんだな。てんてんそうさん、米印。てんてんそうさん、パトカー、正面。紙吹雪の中で、パーティーハットをかぶって、ビロビロ笛を加えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶって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 ビロビロ笛を加えたパーティーフェイス。三進語イケイケ。リボンさんゼミは大ゼミ。雪道さんあと10分しかねえ。紙吹雪の中、はい、チキンタツタのレモンタルタルのセットで、はい、最初にポテトでよろしかったですか。はい、はい、コカコーラで、はい、あとケチャップもらっていいですかね。ケチャップで、はい、はい、とあと、はい、単品で、はい、ミルク、はい、以上で、はい、ありがとうございます。お会計が200円、はい、カード払いで、あと領収書ください。はい、ありがとうございます。はい。あ、はい。ここかな？あ、バーガーどうも。名前書かなくてもいいですけど、はい、寒い。
いいねどうも。マックで別に出来になってないわ。出来にはなってないですよ。あれさ、右下ないですね。押してない方押してくださいね。お願いしますね。ナイスが増えるぞー、おミスタードーナツ。ナイスが増えるぞミスタードーナッツ、ナイスが増えるぞミスタードーナッツと、ちょっとあっちの方で来るかな。じゃあナイスが増えるぞおミスタードーナツ、はい、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 うわ、ミルクってこんなミルクなんだ。初めて、俺あれマックで初めてミルク頼んだ。なんかわかんないけど今すげえ牛乳が飲みたい気分になっちゃって、マクドナルドとさマックのバーガーとか牛乳って絶対あんま合わないイメージあるじゃん。まあでも パンと牛乳合うからワンチャンあるかもしんないけど、マックで牛乳って頼んだことないですよ。でもなんか今すっげえミルクがなんか牛乳飲みたく気分になっちゃって、あ、ミルクそういえばマックあったなと思って頼んだら、マックすげえ、頼んだことないんじゃない、すげえ、見てマクドナルド限定じゃないこれ。マクドナルドのマークがあるから、マクドナルドから出てる牛乳ってことでしょこれ。マクドナルドが作ってるっていうかオリジナルというか、すげえ、こんなの初めて見た。普通になんかこれで来るかと思った。これで来るかと思った。でも牛乳と氷ってあんまなんか入れないじゃん。牛乳氷なしのこのこれで来るかと思った。あー、匿名、さっきいいねくれた人、あ、初見ですってこと、どういうこと。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラブのセキュア、ウィルズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマサヨシ、ありがとうございます。いいね、あー、はい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 、あー、なるほど、わかったわかった、そういうことね、はいはいはい。すごい、でも僕はあれですよ、なんかたまにふわっちゃってますよね。多分もともとツイキャスの人かな。いいねってそっちのいいねか、このサイトのじゃなくとある何かのいいねってことね。あんま特定されそうだからあんま言わないけど、うん、なるほどな。ちょっとね、僕ね、あれなんですよ、この子ね本当にすごいんすよ。普通に可愛いしね、あんま言うとあれなんだけど、可愛いしね、パイオツカイデーだしね、僕すごいいいなって思ってる子ですよ。なんかたまにやってますよねふわっちね。いやー、ちょっとね、じゃあミルクでも飲みますか。ミルクでも、ミルクを飲みましょう。あ、閉まった。
牛乳のストローこっちか。初めてマックの牛乳飲む。あ、うまっ。うまい。なんかさ、たまーにないっすか、牛乳をめちゃくちゃ飲みたくなるとき。俺ね、10年間ぐらい牛乳飲まなかった時期あるんですよ。俺が多分18ぐらいの頃から28ぐらいまで牛乳本当に10年間ぐらい一切一かけらも、あ、一かけらというか一口も多分飲まなかった時期ってあるんだけど、でもなんかね、大人になってからたまに牛乳飲みたくなる時があって、最近牛乳なんて飲んだことないでしょ。ちなみに AKB の曲でね、最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろうって曲があって、なんかその曲を聴いてたら、なんかそういえば牛乳飲んでないなみたいな、釣られて飲みたくなったっていうのもあるんだけど。そう、え、あー、ちょっとアラブのもう一回言って、待って、お前がアラブの席を Windows、 ビルゲイツ、ソフトバンク、サンマサヨシ、ありがとうございます。マジっすか、ちょ、マジか、マジか、そんな、マジかよ、ちょっとデートしてください僕と。美味しいな。うまっ。あれ、うわっ、うわっ、これやったな、これやっちゃったな、これやっちゃったね。ケチャップ入ってない。やっちゃったな、店員。ケチャップくださいって言ってるのにケチャップ入ってねえわ。まあいいか、まあいいや、まあいいよ。ちなみにケチャップは無料のやつだから、無料のやつなんで、お金取られてないからいいや。知ってました？マックってケチャップ無料でもらえるから。有料のやつだったら言うかもしんないけど、無料のだからいいや。なんでソース増しにしなかった？このタルタルでもソース増しでいけるんかね。いや、めんどくさいもん。いいよ、なんか無料のケチャップをさ、ケチャップ入ってないんですけどつって無料のやつをさ言うのもなんか嫌じゃん。何通報って、別に通報されるようなこと何もしてないんだけど。君たちも好きだね、通報通報って。通報が趣味なの。だから通報したがりなの。通報が趣味なんすか、通報が唯一の生きがいなんすか。やばい、通報が唯一の生きがいって死んだ方がいいよ本当に。マジで通報することが生きがいってやばない。マックね、アバガスも、
別に何も通報されないことしてないからね、そもそも。あ、すごいハンバーガーが来る。うまっ。うまいな。あ、いいね、どうも。今日は何食ってる？新発売のチキンタツタのなんか、なんとかレモンタルタルみたいなやつ。あ、バーガーどうも。テーブルも。警察来るって別に警察来たところで何もやってないじゃん、そもそも。警察なんか呼ばれても別に何もやってないんだけど。通報されること何もやってないですけど。バカなの。後ろのは別に警察じゃないから。だって何、警察バレることで俺今何してんの？逆に聞きたいんだけど。何をしてんの今。なんで警察呼んでんの？何もしないんだけど別に。呼ばれるようなこと。営利目的、え、そんなん関係なくない？盗撮、盗撮にもなんないよ。盗撮罪の定義ググった方がいいよ。盗撮とかアホだろ。盗撮罪にはなりません、こんなの。うん。あー、ゼッキーさんから、お前がアラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソーマス、ありがとうございます。ありがとうございます。やばいな、盗撮とかアホだろ。警察じゃないから、普通に。営利目的で許可なしって、じゃあそれ何の犯罪になるの？それ警察呼ぶことなの？じゃあね、普通にマクドナルドでね、マックを買って駐車場で食べてます、それ配信つけてます、
じゃあこれが営利目的だとして何の犯罪になるの何の犯罪になるんですか。罪名を述べてください。バカなの、うん、あ、匿名の方どうも。何の犯罪になるの。罪名述べてみて。何罪になるの。何罪に当てはまるの。それは何罪に当てはまってね、何年以下の罰金、何年以下の懲役になるのそれ。バカなの、うん、営業妨害。でも営業妨害って別に警察がね判断することじゃないじゃん、そもそも、うん、警察が判断することじゃないし、そんなの全部ダメって言ったら、例えばね、じゃあ、あれもダメこれもダメって言ったら、あれよ、じゃあ例えばなんか自分がなんかこうなんだ、ご飯とか食べるじゃん、それを SNS とかに動画とか写真、あの写メしたりとか動画撮ったりとかして、それ YouTube じゃない、ツイッターとかにアップしてる人とかもたくさんいるじゃん、配信してない人とかね、あれも全部アウトになるよ、それ言い出したら。うん、あと別に営利目的か営利目的じゃないからって関係ないからね、言っとくけど関係ないですからね。うん、動画を撮らないに関しては営利目的か営利目的じゃないかなって関係ないですから、そもそもが。ケチャップはね、くださいって言ったんだけど、もらえなかった。もらえなかったっていうか、忘れてる店員が。まあいいんだけど。あ、ファッチ大将どうも。逃げる必要ないもん。だって来たところでだって別に何も法に触れてることやってないから、別に堂々としてればいいだけじゃん。別に何もしてないもんだって。俺警察呼ばれて、じゃあ何、俺がじゃあ犯罪やってるから逮捕されるとでも思ってるの。バカじゃないの。うん、関係ないよ。だって別に捕まるようなこと何一つやってないもん。まあ食べ終わったからもう行くけどさ、よっ、完食。迷惑な話だね。こんなんでいちいち警察本当に呼んでたとしたら、やばない？どんだけ迷惑なことやってんだよ。やばいな。本当だとしたら、どんだけ迷惑なことやってんの。国の金をね、無駄に使うなよ、マジで。あ、初見です、どうも。じゃあ行くか。まあもう食い終わったし。いや、逃げるのって、だって別にもうここにいる必要ないもんだから、飯食い終わったし。
逃げるの意味が分かんない。だってさ、だってじゃあ仮に俺が犯罪を犯してて、だって住所も何もバレてんだから、俺が本当にじゃあこれで犯罪を犯してんだったら家に来るやん警察で、家で別に逮捕されればいいやん。違うの？違うの？俺がもしじゃあね、警察呼んだらなんかじゃあ俺に問題があるわけでしょ。法的になんか問題があるから呼んだんじゃないの？で俺がもし本当にじゃあ法的に何かねやらかしてたんだったら、別に警察があの住所なんてねみんな分かってるし、警察だって分かってるわけだから、それを別になんか俺が本当になんか罪を犯したんだら、別に俺ん家に警察が俺を逮捕しに来るから別にいいわけじゃん。帰ったって何も逃げてないやん。え？違うの？違うんですか？うん、違うんですか？うん、別に家帰るだけなんだからさ。別に家帰るだけなんだから。うん、どこが逃げてるんですかね。よし、行くか。行きましょう、じゃあ。うん。長久保さんが賜るすぎだ。ポチ読む根性さん、手が震えてるよ。Tのりさん、さっき読んだのに。おばあちゃんさん聞いてるから早口なの。ワンちゃんさんが移動したわら。のなな、ね、さん事故らないかな。雪道さん、また運転モードわら。ターボくんさんは伊藤荘。ワコールさん、さん逃げます。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス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 。さん、安全運転でね。田中さん、安全運転義務違反。マリオさん、あっと別赤さん、ネイビーさんに完全敗北の関わらわらわら。てんてんそうさん、今のやつブロックするからね。愛星さん、さん帰ります。ベンキさん、逃走中。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス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 。紙吹雪の中でパーティーハットを抑えるために牛乳飲んだって感じなんで、牛乳を味わって飲まんかったからな。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。久々になんか牛乳味わって飲んだわ。加湿器さん、目を開けて頭が爆発している顔。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 
目を開けて頭が爆発している顔、うん、目を開けて頭が爆発している顔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 。HGHG さん、サメ島が待ってるぞ。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 。さん、嵐やめて。コブラツイストさん、うぜえなハゲブロックしろや。ブブさん、ね、パーティーフェイスのファンなのでナイスをしました。あ、ナイスどうも。カズさん、ブロックしろよ。さあ、右下ナイスをしない方教えてくださいね。あ、右下ナイス、あ、ナイスが増えるぞ。雪道さん、目を開けて頭がはげてる顔。はい、星さんさん、連投やめてください。ナイスが増えるぞ。新優月デラックス、ミスタードーナツ、3玉金こそ最高。フレイジさん、荒らされたり通報されるのはその配信者の今までのことがあって呼び寄せてるだけだから同情もない。コブラツイストさん、うぜえよ。バーカ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 。いや、そんなことないよ。なんかさ、結局だってストーカーみたいなもんじゃん、ある種の。どんだけ真っ当に生きてもストーカーの人会うんだからさ。思いません？やってることって要するにストーカーみたいなもんなんですよ。なんか人に粘着してあだこうだやろうっていうのさ。じゃあ何、そのストーカーされてね、ストーカーされる側の方に何も問題なくて、ストーカーしてるやつの方に問題があった場合って、じゃあそれをなんかそのストーカーされる側が悪いとかっていうのと一緒じゃないかね。まあ女がじゃあさ、思わせぶりな態度とかしてストーカーしたってんだったら、まあ女側にも多少問題が非がある部分もあるかもしれんけど、女側が別にじゃあそんなね、普通な対応してるだけなのに、粘着してる方のなんかストーカー側が一方的な思いで粘着してたら、じゃあそれって何、粘着される側に問題があるって言い切れます？おかしいだろ、その理由。ストーカーみたいなもんなんだから。だってやばない？じゃあ例えばさ、ね、そうやってじゃあマックで何、マック食べる配信をしてるのがダメだったら、ほとんど他の配信者は見て見ぬふりなんすか、ね、他の配信者は見て見ぬふりなの？それこそ店内で普通に飯食って許可なしでやってるやつだっているじゃないですか、普通に。そいつらはない、見て見ぬふりなんすか。これが粘着ストーカーじゃないと言って、なんと言うんだね。頭が爆発している顔。俺だけにやるやつって結局そういうことじゃ、ストーカーなんだ、ただの。目を開けて頭が爆発している顔。目を開けて頭が爆発している顔。目を開けて頭が爆発している顔。もしその行為自体がダメってなったら、他の人にも見て見ぬふりしないで通報してみろって話やん。やばない、マジ頭が爆発している顔。頭やばいわ。目を開けて頭が爆発している顔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 。集団ストーカーに襲われてるわ。目を開けて頭が集団ストーカーに襲われてまーす。集団ストーカーに襲われてまーす。目を開けて頭が爆発している顔。集団ストーカーに襲われてます。爆発している顔。目を開けて頭が爆発している顔。目
目を開けて頭が爆発、集団ストーカーに襲われてます、目を開けて頭が爆発している顔、目を開けて頭が爆発している顔、人遊月デラックス本物サンタマキン T のりさん、わしのしんちゃんをバカにして、きょうさん、しんちゃんはただ低身長でハゲてて太って、手足が短く学歴がなくお金がなく足が良いだけだよ、てんてんそうさん、ダスキンに謝れ、ダスキンに謝れ、ダスキンに謝れ、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 、3は人遊月デラックス本物サンタマキン友の会、フレイジさん、今までまっとうに配信してたの、おばあちゃんさんは3風船を5個プレゼントしました、マコール3、サンルーまんじゅう事件もストーカー事件、てんてんそうさん、ミスタードーナツ勝手に使うな、ダスキンに謝れ、ゆゆゆ3風船をプレゼントしました、人遊月デラックス本物3ゆつワコール3、3ライスを取り消しました、人遊月デラックス本物3 10倍ケツケをプレゼントしました、雪道さん、人気者でよかったじゃん、わらわら、てんてんそうさん、粘着ストーカーっていう方が粘着ストーカー、おばあちゃんさん、集団ストーカーに襲われてまーす、雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス、紙吹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 雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス、三信号愛されてるね、カズさんは、てんてんそうさん、頭が爆発しているな、雪道さん、まらげの席、紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 、3わらわらわら、トリプル A さん、言う同じ同じ、待って、笛音さん、運転手が一番頭が爆発してるわ、下月6日さん、ちゃんと前見て運転してね、雪道さん、クソわら、おばあちゃんさん、頭大丈夫かよ、 F カップさん、とうとういかれたわら、安井さん、運転中形式は読み上げが厄介だな、ミキさん、紙吹雪を吸い込んで、ピロピロ笛をくわえたハゲたパーティーフェイス。ワコール33、ヘイシリ、電源をオフにして。4583、口臭い、アニョハセヨ、口臭い、アニョハセヨ、口臭い、アニョハセヨ。雪道さん、さては税務署を論破できなかったな。ワコール33、ヘイシリ、電源をオフにして。ポチ読む根性さん、ネコロモヒーブリュー。トリプル A さん、待って、カズさん、ジコレ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 、
イナコウサイコウ、サンレミオロメンの紙吹雪歌って、テンテンソウさんひばりが丘花屋敷、ノダアット2583ネイビーに大敗きた、おばあちゃんさん全然読まれなくなるやん。F カップさんそのままあの世に行ってくれ。4583てめえみたいな中国人にならないよう反面教師にしていきます。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 。www わらわらわら。ばあちゃんさんふわっち大賞2020ネクスト配信時間大賞朝グランプリ中島さんのアイテムをプレゼントしました。てんてんそうさん大阪府枚方市トリプル A さんたーまたーまきーんきーんたーまきーんきーんあるよいしょたーまたーまきーんきーんたーまきーんきーんそーれ皆様ご一緒にゆいたーまたーまきーんきーんたーまきーんきーんおばあちゃんさんは4583分ワッチ大賞2020ネクスト配信時間大賞朝グランプリ中島さんのアイテムをうんこプレゼントしました。芝さんわら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 。カズさん障害者席進行。野田アット2583ここですか。ワコール33へいシリ iPhone の電源をオフにして。カズさんハローワークでも行ってこいよ。マリオさんアット別赤さん村田のスマホを強奪したストーカーがほざいてまーす。わら。4583武漢に帰れ。雪道さん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶった席。風奈さん帰っても配信続ける。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス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 。サンフワッチ大賞2020ネクスト配信時間大賞朝グランプリ中島さんのアイテムをプレゼントしました。雪道さんマジでもう普通に帰るのか。最近ツバにヤンさんシッ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 シ紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。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 三、ヘイ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 。4583紙吹雪の中でパーティーハットをこうぶってピロピロ笛を消えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをこうぶってピロピロ笛を消えたパーティーフェイス。
点点総さん漢字読んでくれるなわら。ワコール三三ヘイシリデータ初期化して。トリプル A さんターマターマキーンキーンターマキーンキーンあるよいしょ。ターマターマキーンキーンターマキーンキーンそれ。皆様ご一緒に。リーダーマターマキーンキーンターマキーンキーン。新遊月デラックス、本物、サンターマターマキーンキーンターマキーンキーンあるよいしょ。ターマターマキーンキーンターマキーンキーンそれ。皆様ご一緒に。リーダーマターマキーンキーンターマキーンキーン。チアンさんネイビーブルー様万歳。パーモくんさんカッパよお前はどこに逃げてもみんなに監視されてるぞ。4583チャイナウイルス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 。天天総さん糸魚川。ゆうゆうゆうさん紙吹雪の中で頭がハゲ散らかってるピロピロ笛を加えたファーゲーフェイス。まさしさん吉江出して。1台、拓台、3お前が、あお前が、あるしんこ。民さん、ナイス少なすぎるぞ。おばあちゃんさん、よしえさん出して。てんてんそうさん、柴田。4583、紙吹雪の中で、パーティーハットをこうむって、ピロピロ笛を、消えたパーティーフェイス、紙吹雪の中で、パーティーハットをこうむって、ピロピロ笛を、消えたパーティーフェイス。野田アット2583ヘリクツの席。新遊月デラックス本物さんわら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 。匿名イベント盛り上げ退散ブブブブブアブイブブエブオブアブイブブエブアブイブブエブアブイブブエブオウチエケラ。加湿器さん切れ売り割り。天天総さんモンド薬人。新遊月デラックス本物サンティンティンティンココティンティンココティンティンティンココティンティンココティンティンココティンティン。おばあちゃんさん音楽流しちゃったから YouTube にアップできないね。新遊月デラックス本物さん10倍ケツケをプレゼントしました。トリプル A さんターマターマキーンキーンターマキーンキーンあるよいしょ。ターマターマキーンキーンターマキーンキーンそれ。皆様ご一緒に。リーターマターマキーンキーンターマキーンキーン。ワコール三三ヘイシリ今日の気温は新遊月デラックス本物さんドドユー。アイスマンさん相変わらず内容がひどいな。タンクンさんまだピロピロしてんのか。クチヤンさんネイビーブルー様万歳。塾長さんナイス。天天総さんお前が給油機破壊よ。ブブさんこういうニコ生感悪くない。ヤンさんかわせ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 。はやて塾長さんターマターマキーンキーンターマキーンキーンあるよいしょ。ターマターマキーンキーンターマキーンキーンそれ。皆様ご一緒に。リーターマターマキーンキーンターマキーンキーン。新遊月デラックス本物三遊試合野球三区客。雪道さん大花火をプレゼントしました嘘。4583紙吹雪の中でパーティーハットをこうむってピロピロ笛を消えたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをこうむってピロピロ笛を消えたパーティーフェイス。4583ネイビーブルー万歳ネイビーブルー万歳ネイビーブルー万歳。新拍手遊月デラックス本物3番番パンダの顔。きなこさんハートをプレゼントしました。新遊月デラックス本物サンタマキンのが一番いいわ。おばあちゃんさん私の iPhone が Siri に反応するわ WW パラ。トリプル A さんターマタヨガマキンキーターマキンキーあるよいしょ。ターマターマキンキーターマキンキーそれ。皆様ご一緒に。リーターマターマキンキーターマキンキー。野田アット2583にしてもカオスな配信だなわら。塾長さん暇人バカなの。天天総さん片野線被災地行き。友尾さん米の雑さよわらわら。おばあちゃんさん暇人しか見ないでしょ。雪道さんだんだんラーラーハゲ。田田健さんこの放送基本アンチしかいないから。新遊月デラックス本物サンティンティンティンおおおおおおおワコール33ヘイシリ110番通報して。うずらさん
車線をずっと走るのは道路交通法20条違反。最近ツバにヤンさん赤バクソ青バクソ緑バクソ紫バクソバクソ赤バクソ青バクソ緑バクソ紫バクソバク赤バクソ青バクソ緑バクソ紫バクソバクソソ赤バクソ青バクソ緑バクソ紫バクソバクソ赤バクソ青バクソ緑バクソ紫バクソバクソ。フレイジさん、この配信はお気に入り配信が来るまでゲームしながら適当に流してるだけ。新優月デラックス本物サンバックスラッシュアイ紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。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 ワコール33追い越し車線をずっと走るのは道路交通法20条違反。E3 警察呼んで警察呼んで集団ストーカーに襲われてバーす。新優月デラックス本物3田中健さん追い越し車線違反で難点4583クフォアー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 矢印信号の臭い息クフォアー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 矢印信号の臭い息謎地星3407爆走中早手塾長さん貴様韓国人だろ。新優月デラックス本物3韓国芸家大地さん45ハゲハゲしいわゲ天天総さん被災地読んだすげえな4583ニートニートアニョハセヨニートニートアニョハセヨニートニートアニョハセヨ。ユーユーユー三紙吹雪の中で頭がハゲ散らかってるピロピロ笛をくわえたファーデーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶった青アヒメルオソングタマキンキンがつぼって吹き出した。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛をくわえたパーティーフェイス。
紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってビロビロ笛を加えたパーティーフェイス。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 サンフマッチ大賞2020デクスト配信時間大賞朝グランプリ中島さんのアイテムをプレゼントしました。カラオケ行きたいな。明日カラオケ配信するか。面白すぎ。4583カラオケ配信してもなんかあんま落とされそうになさそうやから。まあ、見てる方は多分普通かもしれんけど。アットさんハローボンジュール新優月デラックス本物さん、チャジさん、ビロビロ吹雪の中で紙吹雪をかぶってバーキハットを加えた紙吹雪、フレイジさん、このおじさんの口がネチューっとしてて臭そうな写真があったら、4583ネイビーブルーバンザイネイビーバンザイネイビーブル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 ーバンザイ、おばあちゃんさん、そのカタカナの一吸い、肌子さん、面白すぎるんですけど、新優月デラックス本物さん、この曲名なんだって、キャンさん、 YouTuber ネイビーブルー、キャンさん、 YouTuber ネイビーブルー、塾長さん、純の嘘ばっか言ってと訴えるぞ、4583ネイビーブルーさんの配信は面白い、キャンさん、 YouTuber ネイビーブルー、ティアラさん、ブンブンハロー YouTube、 タミさん、ちゃんとブロックしろよな、ヤンさん、 YouTuber ベイビーブルー、新優月デラックス本物さん、ブン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 、名誉毀損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 
アット三根天領、下根新能派が敵家人会、新敵非常官同意が敵根治、徳賀大和次来進化派敵条件、非常法検討別の高校混打勝負。花子さんだ。みんな右下ナイスを下げ方を教えてください。お願いします。あ、ナイス。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 ナイスが増えるぞ。おー、ミスタードーナッツ。あー、忍者さんか。おいがおいがおいが、アラブのセキュア、ウィンドウズ、ビリゲイツ、ソフトバンク、ソンバサシアリアス。お帰り、ただいま。どうしよう。なんかみんなはあんまり見たくないだろうけど、カラオケ行きたいな。カラオケ配信したいな。でも多分今は夜やってないと思うから、あんまり今からじゃもう無理でしょ。しかも帰ってきちゃったし。てか多分今やってないっしょ、多分カラオケって。カラオケ行きたくなってきたな。カラオケ配信したいな。そう、メロンジュースね。メロンジュース聞いてたら歌いたくなってきちゃったメロンジュースマジ神曲だよな、本当に。多分メロンジュースよりいい曲なんて多分この世になかなか存在しないと思ってんだけど。多分やってないよね。多分やってないんすよ、今から言っても。やってないんだよね。音声が時々聞こえなくなる。いや、多分視聴側の問題かな。やってないよね。だ、昼間行くしかないよね、行くんならね。正直閲覧はかそると思うけど、なんかね、あのね、朝の5時までやってたカラオケ屋があんのね。そこがなんかその、まあ、コロナが始まる前ぐらいから、だ、つまりはコロナの影響じゃないんですよ。コロナが始まる前ぐらいに行った時に、その前5時までやってたのに朝の5時までやってたの、それがなんか夜中の3時ぐらいまでになってたんですよ。そうで、これコロナ始まる前だったんで、だ、純粋になんか客が少なかったからちょっと短縮されたんだと思うんだけど、でこの前だっけな、この前行ったら、まあ、コロナ期間中で緊急事態宣言中ではない時なんだけど、その時行ったらなんか夜の11時までになってたなんかめっちゃ短縮されてねと思って、まあ、でも一応コロナの騒がれてからなんですよ。でも緊急事態宣言中ではなかったんだけど、そうじゃなくても夜の11時までになってたから。あとね、過去に何回か行ったカラオケ、まあ、他ね、そこのカラオケ以外にもあるんだけど、他のカラオケ屋ってもう電話されてるから行きにくいんですよ。だから俺がまだ一度もその電話されてないカラオケ屋があるんですけど、そこしかちょっと無理っていうか、配信で行くには他のとこ結構ね電話されてるとこあるんで。ただ唯一その場所がバレてないというか、まあ、正直分かりにくいっていうか、で多分ね、あの分かんない、多分そこ分かんないと思うんですよ正直。そこのカラオケ屋って正直ネットで検索とかしてもあんま出てこないっていうか、多分そこはね結構ねバレないとこっていうのがあって、だからね、そこだったら電話されてないんだけど、そこ行くしかないんですよね、配信でやるってなったら。まあでもやってないよな、今から言ってもな。行くんなら明日かな。明日、まあ別に明日じゃなくてもいいんだけど、今日はもう無理だよね。よいしょ。よっ。
本当集団ストーカーに襲われてるからなマジで本当集団ストーカーに襲われてるからやめてほしいよ本当に。あ、4586ブロックね、お疲れ。せっかく解除してやったのにすぐブロックされるんだから、ゲームを。よいしょ。めっちゃ臭いんだけど、なんか部屋がめちゃくちゃ臭いのは気のせいかな。部屋めっちゃ臭いねんけど、なんか変な食い物の匂いがする。いろんな食べ物の匂いがする。なんか臭いなこの部屋、なんか変な匂いするな。なんやねんこれ、なんやねんこれ。吉江さんがね、所沢が来てから、それまではなんか吉江さんが定期的に俺の部屋来て片付けてたんだけど、所沢が来てから吉江さんが俺の部屋に来なくなったあれ吉江さん余計になってんすよ所沢このでかい所沢が来てから、もうなんかこうぎゅうぎゅうになっちゃって、このぬいぐるみで俺の部屋が。それからもう俺の部屋来たくないとかって来てないんですよ。だからこれ吉江さんが俺の部屋に所沢のおかげで来なくなったんですよ。改めて見るとでかいなこれ。改めて見るとでかいっすねこれ。うん。これなんか改めて見るとでかいな。多分ねこの絵じゃね、でかさあんま伝わってないと思うんだけど、実際見るとめちゃめちゃでかいよ本当に。これえこのねこの絵だとね多分ね伝わんないんですよ実際のでかさが。マジでめっちゃでかいからね。でかいな、でかいわ。これ何気に YouTuber アイテムいっぱいあるわね。何回も言ってるけどね、このカメラがヒカキン製金が使ってるカメラで、あとヒカルのポスター、そしてはじめ社長のあの所沢っていう。あ、皆さん右下ナイス押してない方押してってください、お願いします。そう今日吉江さん使ってないのに200ナイスぐらいいってる。しかも配信時間もそこまで長くないわよ。今日そんな配信時間そこまで長くない、3時間ぐらい、3時間もやってないかな下手したら。どんくらいだっけな、昨日の夜に1時間やったのか、24時変わった瞬間に、いや30分だったかな、30分か1時間やったんだよね。でこの枠が2時間か、でこの枠の前にもねやったっけ、パソコンでちょっとだけやったかな、3時間ぐらいか、3時間ぐらいやって、吉江さん出してないの200ナイスは結構そこそこペース的に悪くはないな。うん。そんな長時間今日やってないのにね。多分3時間ぐらいしかやってないと思うんだが、履歴見てみるか、どんくらいやったんだろう。いや、やってたな。
昨日の夜1時間やってるな。昨日の24時回った瞬間1時間やってん、いや違うな、いやん、いやそうだな、ん、いや違う、2月え、あれ、ん、え、1月31日の6時2月1日って13時、いや90分やったのか、90分やって120分、3時間半ぐらいか、3時間半ぐらいしかやってないのか、3時間半やないぐらいか、うん、あ、くじさんバーガーどうも、ナイス押してくださいね、押してない方、あ、もう11時じゃんっていうか、もう終わっちゃうじゃん、あ、バーガーどうも、もう終わっちゃうじゃん今日皆さんナイス押してない方押してください、193ナイスか193ナイス、193ナイス、193ナイス、寒い、うん、前にしてる、ナイスをしとく、ありがとうございます、ナイスお願いします、194ナイス、ちなみに俺今ナイスどれくらいなんだろう、ランキング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 、うん、なるほどこんなもんか、まあそこまで長時間やってないし、あと親使ってないからね、もっと長時間やって親行けば、まあ全然10位内は入れる感じはする、まあ今の段階でね、このあとどうなるか分かんないけど、まあでもナイスきついな。あー、クジさんから、オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、アラムド、セキュア、ウィドズ、ビルグイツ、ソフトバンク、サオマドシ、ありがとうございます。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 風呂も入らないの。いや、今日風呂入ったよ。あの、昼間ぐらいに。僕ね基本夜じゃないんですよ、朝とか昼ぐらいに入るんで基本、そう手を振って、はあ、今からないです。いやもう寝たないんだよね。寝
ネタがない、ネタがないよ。うっ、ネタがないっすね。なんかあるかね。投げキスして、やだよ、恥ずかしいよ。うん、なんかないかな。ツインテールにしてください。無理でしょ。うん、トツか、トツ疲れちゃうんだよな。今からやるちょっときついな。トツマッチ配信はな。エクステ高いんだもんだったら、エクステでクソ高いんだもんあれ。うん、エクステ高いんすよ。とつまち配信、とつまち配信ね。せやな。てかさ、俺すっげえかわいいさ衣装見つけちゃったんだけど、すげえかわいいやつ、マジでマジビビるぐらいやつ、ビビるぐらいのやつ、マジでね、見た瞬間一目惚れしたんすよ衣装に。でめちゃくちゃ欲しいんだけど、多分販売してないと思うんだよね。なんかね、個人の人が、個人でなんかそういう衣装とか作ってる人らしくて、でもなんかね、アイドルとか用になんかそういう人になんか着てもらうために作ったみたいなようなこと書いてあったから、多分個人でなんかそういうアイドルとかのなんか作成とかしてる人なんですかね、その衣装とかの。見てこれ、めっちゃ可愛くない？これちょっと待って、正面から写す。やばない？これめっちゃ可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんだけど、これやばない？これ超可愛くない？これめちゃくちゃ可愛いんだけど、これこれマジで見た瞬間一目惚れしたよ。これやばくないか？これこれマジで欲しい。でもね、多分これね、売ってないっぽいんだよね多分。超可愛くない？見た瞬間これ一目惚れした。ただ売ってないっぽいんだよね。アーティスト様にライブで使用いただくバレンタインモチーフの衣装が完成しました。だってハートの飾りを盛り込んだふんわりとした衣装ですって。でこの人のなんかそのツイッターの概要欄、まあツイッターのなんだけど、個人でオリジナル衣装作成、デザイン作成をしています、可愛いものが大好きです、リプ編は遅かったりなかったり、オーダーは2月中旬締め切り、発注後2、3ヶ月のって書いてあるんだけど、っていうことはこれ何作ってくれるのかな、これ頼めば。ただオーダーメイドだから多分クソ高いだろうけど、これ同じの作ってくれるのかな、どうなんだろう。でもクソ取られそうだよね、普通になんか10万以上余裕で取られそうだよね。てか作りもたこれめちゃくちゃいいから、素材とかもこれちゃんといいの使ってるから、作り多分これめちゃめちゃいいんですよ。これ数万で多分効かなくない？多分これこれしかもオーダーメイドみたいな感じになると。ちょっとトイレ行ってくる。どうなんだろうね、売ってくれんのかな。
寒い、暖房、暖房は暖房どこや、うん、あれ暖房のやつがない。あくそ、どこ行った、あった。この服欲しいな、この衣装マジ可愛い、この衣装マジ可愛いんだけど、やばくないですか。何に使うの？いや何に使うのってか、純粋に欲しくなるじゃん、可愛い服見ると。寒い。さゆみさん、右下ナイス押してない方押してってください。右下のナイスを押してない方は押してってください。お願いします。ナイスが増えるぞー、おミスタードーナツ。ナイスが増えるぞー、おミスタードーナツ。ナイスが増えるぞー、おミスタードーナツ。ナイスが増えるぞー。さあ、ナイス戦闘力上げましょう。ナイス戦闘力ピピ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 ピ、ナイス戦闘力ピピ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 。お、200ナイスいった、200ナイスいきました。ナイス戦闘力ピピ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 。お、ナイス戦闘力201。さあ皆さん、ナイス戦闘力上げましょう。さあ、ナイス戦闘力ピピ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 ピ。ナイス、右下ナイス押してください。右下ナイス、ナイス戦闘力ピピ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 ピ。おお、200ナイス203ナイス。203ナイス。
あ、ハートどうも。さあ頼む、200ナイス。吉井さん使わないとほんと増えないナイス。本当に増えないな。まあ今日でもペースは高い方だけどね、これでも。あ、風船どうも。あ、ハートだもん。いや、片付けようとは思ってる。なんでかっていうと本当にマジです結構ね臭いし、明日ぐらいに片付けようかな。あ、バーガーども、結構マジで片付けようとは思ってる。なんか臭いし、あとねあれなんですよ、普通にここがさテーブル使えない、このパソコンがさここにあってさ、次パソコン使いにくくなっちゃったんですよ、ここにいっぱいありすぎて。パソコンも使いにくいからここに場所取っちゃって、いやそれもあるんです。てかそれがでかい、一番それがでかい、パソコンが使いにくくなってんの。今からもうやだ、もう疲れたし今からやりたくない。ああ、俺もドラゴンボールぐらいの漫画描ければな、億万長者なのに。俺多分ねすげえ、なんていうの、俺損したと思うわ。もう多分ちっちゃい頃からもっと絵描いてれば俺多分ねそれなりの漫画は描けた気がする。多分ジャンプコミックスに乗るぐらいの、乗せれるぐらいの漫画は描けれた自信があるんだよ俺。絵さえちゃんともっと勉強してれば。俺なんか妄想力とか俺すごいんですよ、妄想とかそういうのがすごい強い人だから、結構それ独特な世界観を描ける自信はあるんですよ。でも絵の画力がついていかないから。で絵はね俺結構ね言われるんですよ、絵心あるって。でもねで俺本当に この話何回かしてるんだけどね、俺ちっちゃい頃あの小学生の頃お城の絵とかなんかこう授業で描いたりとかしたんですよ。その時なんかすごい先生にめっちゃ褒められて、なんかすっごいなんか絵がねなんか独特な絵で、なんかセックにしか描けない絵があるから、ですごいこれ上手いから、なんかそういうなんか世界観持ってて、これ絶対なんか絵の勉強、絵を絶対描き続けなさいと俺言われたんですよ。でも俺ねめんどくさいの基本嫌いなんで、絵を描くこと自体もめんどくさかったから、だからそれを、ま、その先生の教えを守らんで結局絵なんか全然描かなかったの。だ本当にそのね絵さえもっと本当勉強してれば、画力がついてくれば、多分妄想力は俺結構自信あるから、独特な世界観のなんかこう面白い漫画を描けた自信があるマジで本当多分ねそこだよね、俺の人生ミスったところ。そこちゃんとやっとけば多分、まあ、ドラゴンボールレベルには多分面白いのは無理かもしれんけど、
まあ、正直銀玉とかだったら余裕で超えれると思うんだよな。銀玉とかあそこら辺だったら余裕で超えれると思う、うん、多分ねワンピースよりも全然面白くできると思うんだよね。ドラゴンボールには正直勝てる自信がない。うん、ワンピースぐらいだったら多分ね全然超えれるぐらいの面白い漫画作れると思う。てかワンピースってさ面白いとかじゃないんだよね。人の心をなんか掴むのがうまいんだよ、あのあれは。ワンピースって別にかっこよくないんですよ正直。なんか主人公とかさ登場人物とか全然かっこよくないし、で必殺技とかも全然ダサいんですよ、うん、で正直全然面白くないんですよ。でも何がすごいかって、人の情をなんかこう掴むのが、人の気持ちを掴むのがめちゃくちゃうまいんですよ。ほんと人の気持ちを掴むのマジあの人天才的だよ、うん、あのワンピースの作者、あの人マジで人のこうなんか情を引くのがめちゃくちゃうまい。あれマジで天才だと思う、うん、でも なんていうの要するになんとのその世界観とかはそこまで面白くないっていうか、世界観とかなんかそういうキャラとかその必殺技とか全然なんか大したことないんですよ。バトルはつまんないね。そうそうそう、バトルもつまんないし世界観も全然面白くないし、キャラもダサいし必殺技もダサいんですよ。少年漫画であのヒットするのに絶対必要要素なんですよ。必殺技がみんなが真似したくなるぐらいかっこいいっていうの、そんなダメなんですよ、全部ダメなんですよ全ワンピース。でもなんでワンピースがすごいかっていうと、人の心つかむのがマジでうまいんですよ。うん、情だよね、人の情に語りかけるのがめちゃくちゃうまいんですよワンピースって。ドラゴンボールはあれなんですよね、結局なんか、まあ、情のなんかこう情をつかむのがうまいところもあるんだけど、でもそういうのってそこまでなんですよ実は。でも世界観がすげえ天才的なのドラゴンボール、プラスやっぱ主人公とかそういうなんか登場人物かっこいいし、なんか必殺技とかもなんかめちゃくちゃかっこいいし真似したくなるし、あとバトルがめちゃくちゃやっぱ爽快感あってめっちゃ楽しいんですよ。もう現実離れした感じがめちゃくちゃ面白い。でもそのワンピースほどなんか人の情をつかむのはそこまででもないんですよドラゴンボールは、うん、でもそれ以外がもう完璧天才的なんですよ。まあワンピースと比べちゃうとなんですけどね、ワンピースと比べちゃうと、ワンピースはマジで人の情をこう掴むのがマジでうまい。うん。やばくないですかワンピース。だってなんかさゾロがさ仲間になるシーンとかさ、サンジとかさなんか仲間になる時とかもめちゃめちゃいいし、ねえ。うん。あとなんか変な犬いるじゃん、犬みたいなやつの出るシーンあるじゃん、わかる？なんだろうあの結構最初の方よ。なんでかって言うと俺あんまりあの最初の方とかしかあんま知らんから、あの変な犬あるじゃん、わかるでしょワンピース、あれなんだっけあれ。なんかさ犬がさなんかその主人が亡くなっちゃってその主人を待ってるみたいなやつで、なんかすっげえでっかい怪物みたいな犬みたいなのが出てきて、変ななんか獣使いみたいなやつかが来て、でなんかそのなんか主人を待って、帰らない主人を待ってるんだけど、犬がなんかそれを待ってるんだけど、そのなんか変な獣使いみたいなやつがなんかその主人の家をなんかぶっ壊すんですよね。でそしたら犬がそれを守ろうとするんだけど全然力で勝てなくてみたいな。そう、えチョッパーじゃないよ、チョッパーじゃない。チョッパーぐらいわかるわ。でそれでなんかこうなんかもうボロボロになるけどこう守ろうとするんですよ。で結局守れなくて、でなんか燃やされちゃうんですよその家みたいなのが、うん、でそれでなんかルフィがなんかそれを見てなんかそいつをなんかこうぶっ飛ばしに行くんですよね、うん、いやだからほんと最初の頃よ、うん、あれとか俺泣いちゃったからね本当にマジで、うん、マジでね情つかむのうまいワンピースの作者は、あれはマジで泣いちゃうもん本当。ワンピースってマジ涙なしにはなんかもう見れないもんね。うん、あともうサンジが仲間になるとことかもうやばないっすかあれマジで。
あとあれで、あの赤髪のシャンクスのね、腕がこうなくなっちゃうし、あの経緯とかも、うん、いや、まあ泣いちゃいますよあれ本当に。うん、そう、シャンクスがまたかっこいいんですよ。いやー泣けるでしょ、うん、泣けるよ本当にあれは。いや見てるわ、見とるわ、普通に見てるから言ってんだろうわ。うん、あのシャンクスかっこいいっすよねあれね。ただその生き方がかっこいいだけなんだよね。別に見た目とかそういうのは何もかっこよくないですよ、うん、見た目とかそういうのは何もかっこよくない。そのなんかその人間性がめちゃめちゃかっこいいんですよね、うん、そうエピソードがかっこいいの、うん、なんかシャンクスがさあれじゃないですか、こうなんか変な山賊みたいなやつらになんかこう酒飲んでたらさ、山賊みたいなやつが来てさ、でなんかこう山賊に舐められてなんか酒とかかけられるんですよ頭から。でそしたらなんかその笑うんすよ、わあなんかかけられちまったぜみたいな感じで、うん、そしたらなんかルフィがその時まだちっちゃい頃で、でそれでなんかこうルフィが怒るんですよね、シャンクスなんでお前そんなやられっぱなしでヘラヘラ笑ってんだよみたいな、かっこ悪いじゃないかみたいな、それでも男かよみたいな感じで、でもシャンクスはなんかね、いやなんかこんなことで別にいちいち怒んなよみたいな感じなの、うん、でそしたらなんかね、そしたらなんかあれなんですよ、そのでもそのシャンクスとルフィって友達でね、でそれでルフィがなんかそのなんかね、あのなんだそのな友達のなんかシャンクスとかがそのやられっぱなしだからなんか怒ってなんかこうぶん殴りに行ってやるみたいな感じなんですよ。でそしたらなんかルフィまだちっちゃくて全然力ないから、なんかもうそれでなんかもう やばいことになっちゃってそしたらなんかそのシャンクスの海賊団がもうシャンクスがなんかこう来るんですよね、うん、でそれでなんかこう僕なんかそのルフィにとどめを刺そうとした時にその山賊がね、シャンクスがなんか変なシャンクスの変なこうあの海賊団の変ななんかこう鉄砲撃つようなやつがなんか鉄砲バーンとかつってね、でそれでね ルフィを助けてねギリギリのところでね、でそれでねあのねそれでねこうやってねあのすごいね睨むんですよ、そのなんかその シャンクスがなんか言うんですよ、なんか俺はね酒をかけられようが何をされようが大抵のことは許してやる、でもねあの俺の友達を傷つけるやつはどんなことがあっても許さねえとかつって、それでなんかそれでボッコボコにするんですよ、そのそいつらを、うん、かっこいいとその別にでもね何もねそのね戦ってるシーンとかそのキャラたちは別に全然かっこよくないですよ、そのなんかもう気持ちなんですよね、うん、その人間性なんですよね、情をつかむのがめちゃくちゃうまくてそこがめちゃくちゃかっこいいんですよね、その生き方というか考え方というか、うん、あとゾロの時もそうですよなんかゾロもなんかあれだよね、なんかこう変ななんかこう街のなんか人々をこう、ま、守るためになんかこう自分がなんか囚われの身になって、でそれでなんかこうなんだっけ10日間だか1週間だかなんかこうなんだ変なこう処刑台みたいなところに縛られて、でそれでねあれですよ、そこでなんかこう 上にも耐えて1週間なんか10日なんかこう耐えきればお前はなんかほどいてやるみたいな感じ でゾロはそれをずっと待ってるわけですよ。でそれで腹も減って、そしたらなんか変なちっちゃい女の子がなんかお腹空いたでしょとかっつってなんかあのご飯をなんかあのおにぎりを握ってくるんですけど、でもそのおにぎりがなんかあの塩を入れるところを砂糖を間違って入れちゃってすっごいまずいおにぎりなんですよ。でそれをなんかあのゾロがねあのこうやってあれなんですよね、最初はいらねえよとか言ってるんだけど、でもなんかこう毎なんかその子が毎日毎日来るからそれをじゃあなんかジョーちゃんもらうよみたいな感じで、でもそれをなんか落としちゃうんですよ、なんかそのおにぎりみたいなの、うん、多分なんかそのなんか変なその捕らえてる方のやつになんか見つかってなんか一回落としたんだかなんだかちょっとそこうろ覚えなんですけど、でそれででも砂利まみれのご飯おにぎりになっちゃったんだけど、それをゾロがくれとかつってで食べてジャリジャリってうめえとか言うんですよ。でそれでねいやもうちょっと感動するじゃないですか、涙しちゃいましたもん。それでそれでねそれでなんかこう
なんかこうあれなんですよね、最初はなんか海賊の仲間になれみたいなこと言うんですよ。ルフィがなんかそのゾロをね、あのね、ところに近くに行って、でも俺は海賊にならんとか言うんですよ。でもそれで俺はなんか剣士になるんだみたいな、剣士なんか変な女のなんかやつがいて、なんか昔の仲間みたいなのがいて、そいつに勝つまでそういうなんか俺はなんか世界一の剣士になって約束したんだみたいなこと言って、なんかそういうなんかゾロ内のすっごいなんかちゃんとしたなんかそのプライドというか考え方というかみたいなのがあって、でそれでさ、でもなんかそのじゃあいざなんかそのあのゾロがね、なんか1週間だか10日だか耐えたらね、耐えたらなんかこうあの縄をほどいてやるって言ってたのが、それが実は全部嘘でね、あの実はなんかそれをもう耐えたところで処刑するっていうことが決まってたんですよ。でそれを知ったルフィがね、なんかねもう殴り込みに行くんですよ。でそれでね、あれなんですよ、本当ギリギリのところでなんかルフィが助けて、でそれでなんかこうその前なんかルフィがなんか海賊、俺の海賊団入ってくれてゾロ誘うんですけど、でそれで散々嫌だって断られてたんだけど、ギリギリのところを助けられて、なんかそれでなんかあれなんですよね、なんかその、うん、なんかこうそのこうそしたら今度なんかルフィが危なくなったら、そのゾロがなんかこうなんか助けて、でそれでなんかこうなんでなんかなんだっけ、もう海賊にでも何でもなってやるみたいな感じで、なんかなんだっけ、こうなんかそうだろキャプテンみたいなことにさ、それがねもうない、泣いちゃって、でもね全然ダサいですよ。あのね、はっきり言ってね、あのルフィもトロもね、あとねなんかもう全然世界観とかも全然なんかダサいんですよ。別にかっこよくないんですよ、技とかも全然ダサいんですよ。でもね、人の心をつかむのがマジでうまいんですよ。涙なしに見れないんですよ。それがワンピースなんですよ、うん、人の心をつかむのがうまいんですよ、あのアニメは。で別に世界観とかキャラとか必殺だとか何もかっこよくないんですよ、うん、でもね人の心をつかむのがマジでうまいんです、うん、ありったけの夢をかき集め探し物探しに行くのさ、歌もいいですね。歌も神曲あれですよね。We Are と Believe ってめっちゃ神曲。でもね、ワンピースのね、歌はね、ワンピースに恵まれてるなって思うんですよ。うん。ワンピースって、だから要するになんていうの、ちゃんとした目的があるじゃん。なんかこう、グランドライン目指すとか、海賊王になるとか。うん。なんかそういうなんかちゃんとしたなんかその目的をか、なんか要するにそのあのアニメの主題歌って、そのアニメのなんか世界観を結構歌にしたりとかするわけじゃないですか。そのアニメの世界観にあったというか、でワンピースのね世界観というか、そのなんか目指すものみたいなのがあるから、だからねそれ歌にした時になんかすごいなんかこう歌がなんかいい歌に書きやすいというか、歌詞が。でドラゴンボールとかってその代わり、ドラゴンボールとかはそういう歌には恵まれてないわけじゃないんですけど、ドラゴンボールってただなんか戦うみたいな感じになっちゃってるから、うん、なんかねちょっとそれを歌の歌詞にした時になんかいい歌詞が書けないっていうか、うん、そうじゃない、歌詞自体は別にそんなでもないですよ、ドラゴンボール、うん、やっぱ世界観、あのドラゴンボールの世界観をじゃあ歌詞にした時にやっぱなんか結構戦いメインみたいな感じになっちゃってるから、後半ね、うん、でだんだん心惹かれていくとか神曲だと思うんだけど、でもだんだん心惹かれていくとかさ、なんかもうドラゴンボールに恋愛みたいなところってほとんど描かれてないのに、なんかもうちょっと恋愛の歌詞になっちゃってるからだんだん心惹かれていくは神曲だけどね、ドラゴンボール GT の。でもドラゴンボールってそもそも恋愛ってほとんど描かれてないじゃないですか。ちょっとだからドラゴンボールに逸れてるっていうか、ドラゴンボールの世界観にあんま合ってないんですよね、あの曲、うん、でこれ鳥山明が言ってたんだけどね、ほら例えばブルマとかチチとかさ、なんかこうね、まあ、ベジータとか悟空となんかこう結婚して子供とかも生まれるじゃないですか。でもなんかそういうのってあんまり描かれてないじゃん、そんななんか恋愛の部分というか、うん、で鳥山明がねこれね、あの言ってたんだけど、なんか自分はなんかその恋愛とかそういうものをなんか描くのが苦手だって、だからなんかそういうのあまり描けないみたいなこと言ってて、あそうなんだとか思って。あとなんか鳥山明がね好きなキャラはサタンなんですよね、うん、
なんか僕はなんかどうでもいいようなキャラクターが、あのその人そのなんかどうでもいいようなキャラクターがキーマンになって、でそれでなんかこう物語がなんかいい、なんか最終的になんかこういい感じになるみたいな、なんかそういうなんか世界観がすごい好きでみたいな、うん、なんかどうでもいいようなキャラクターのがなんかキーマンになり、なんかこう何か解決するみたいなのが好きとか言ってた、うん、だからほらセル編の時だってさ、あのねセル編の時だって、あの16号あの首のぶっ取れたさ16号さ放り投げて、でも要するにサタンがいたからなんかご飯が覚醒できたじゃん、スーパーサイヤ人2に。であとブー編だってあのサタンがこうみんなに地球のみんなに呼びかけたから元気玉が集まったじゃん、うん、だ多分そういうことなんだけど、そういうことだと思うんだけど、だめちゃめちゃなんだかんだサタンってめっちゃキーマンになってるんですよね、うん、どうしよう、そうそう悪か疲れてきたから話すことなくなったし、あ終わるか、ちょっとあの延長になっちゃうしこれ、じゃちょっと自動延長オフにして、じゃあ皆さんお疲れ様でした、まあ、また適当に配信しますんで、まあよろしければ最後に右下ナイス押してない方押してってください、あとふわっちアカウントフォロー通知登録、ツイッターフォローもお願いします。ということで最後にじゃあ皆さんナイスをしててくださいね、ナイスが増えるぞーおーミスタードーナツ、あそしてねあと24時になったらねまたあのふわっちアイテムもらえるんで、ぜひちょっと取得しといてもらえば、ちょっと24時になったらやりたいけどちょっと疲れちゃったからな、どうしよう、ちょっと休みたいんだよね、まあ、とりあえず獲得しといてください、あとナイスもね明日の分押しに来てもらえれば、ちょっと24時になってやんないかもしれないけど、はい、ということで皆さんお疲れ様でした、お疲れ様です、おつおつ。